大変お待たせしました。ただいまから山本大臣の柿の会見を始めます。すみません、一応皆さん関心を持って来ていただいているので、ちょっといろいろね、当時の時間、配分も間違えまして、相当遅れちまったので、これからここに飛んでることはないので気をつけますので、すみませんでした。今日はですね、いくつか簡単に申し上げますが、宇宙開発利用対象にまず募集開始。今日は3月21日の会見でお知らせした宇宙開発利用対象の募集が正式に始まりましたのでお話したいと思います。この OIF の表彰制度は宇宙基本計画における宇宙利用の拡大を促すために宇宙開発利用の推進に多大な貢献をした優れた成功例の功績を称える表彰制度ということで、内閣総理大臣賞、それから内閣特命担当大臣賞のほか、各省6大臣と JAXA の理事長賞というのを設置したいというふうに考えています。で、応募は事前多選を取りません。募集要領、応募様式等は内閣の宇宙開発利用対象募集受付ホームページで入手できますので、ふるってご応募いただきたいと思います。それからこれちょっと問い合わせがありましたけれども、 TICA と、どういうふうにちょっと関わっていくのかというお話がありましたが、今度の TICA との開催に際してですね、 TICA と5ですか、科学技術関係団体が関連イベントを開催するという計画があって、開催できれば私も出席しようと思ってたんですけども、なんかいろいろな事情で開催に至らなかったということで、TICA と5の本会合と関連イベントに今回は出席する予定はございません。日本学術会議は G8 サミットに向けて、 G8 サミット参加各国との科学アカデミーが取りまとめた共同声明を TICA と5にも関連する内容であるということで、サイドイベントでブース展示を行うということが、あります。それから宇宙について言うと、宇宙で分野でのアフリカとの協力については、経産省がですね、資源開発協力の一環としてリモートセンシング衛星による資源探査の人材育成というのを推進してまして、この TICA と5の関連で開催された日本アフリカ資源大臣会合、5月18日で茂木経産大臣から日本アフリカ資源開発促進イニシアティブとしてリモートセンシング衛星ですね、これを活用した資源探査を含む1000名の人材育成を提案し、参加国から賛同を得ています。こうした宇宙システムを活用した国際協力、環境省と連携して推進をし、民間企業の海外転換を支援していきたいと思います。そういうところでしょうか。はい、それじゃ せっかくですから、今日一口ネタで SDGs フォーラムのことをやらせていただきたいと思います。実はですね、この SDGs フォーラム、ダボス会議の科学技術版ということで、当時の尾身大臣が発案をして2004年から毎年京都で開催して、今年10回目ということなんですけども、これが実はものすごく日本における数少ない、なんて言うでしょうか、国際的に発信できる会議になっているんですね。で、今年10回目なんですけども、今回アメリカに出張してですね、例えば全米科学アカデミーの その、懇親会、大きなパーティーでお目にかかった高名な学者の方々、有識者の方々がみんな STS フォーラムのことをよく知っておられたということもありますし、今回出張中にあった米国産業協力会議の会長とか、この人ウィンス・スミスっていう人なんですけど、この人も STS フォーラムの表記なんですが、これはもう非常に日本としては素晴らしい発信をしているということで、おっしゃってましたし、他にもちょっとアカデミさんとか、あるいはこういう団体の方々、党の中でもですね、このことを言及される方が多くて、私がこれも全米科学アカデミーだったでしょうか、何人かお話をした高名なというか、有名な学者の方々がみんな STS フォーラムのことに言及したと。これは尾身大臣がよくそうおっしゃってたんですけども、ちょっと本当にそこまで STS フォーラムが世界で認知されているのかなっていう実は気持ちを持ってたんですが、アメリカに行ってみてですね、この会議本当にすごい会議だということが分かりました。これは本当に大事にした方がいいと思います。他のちょっと分野の国際会議よく分からないんであまり経験のことは言えませんけど、科学技術の分野では世界最大の会議の一つになっていると。
で ほとんど世界のですね、本当に有名な学者、アカデミシャンは子どもと知っているということを今回痛感いたしました。次で、テーマは科学技術の光と影ということで、前回は2012年の10月7日から9日の3日間国立京都国際大会でやったんですけども、96人の国、地域、国際機関から1000名科学技術、政治、ビジネス、メディア界の世界的なリーダーが参加をして活発な議論が行われました。今年10回目ということで2013年10月6日8日の3日間国立京都国際会館にて、開催をされるということになっています。これぜひ注目をしていただきたいと思います。でこの STS フォーラムにこれまで多くの世界的リーダー参加をいたしまして、これ自民党時代ですけど、小泉元自民党時代じゃない、自民党が前回まで与党だった時代ですけども、小泉元首相とか安倍総理等がもうこれまで出席をしてますし、ノーベル賞受賞者も参加してます。ノイリー理化学研究所所長とか iPS の山中教授とかですね、海外からも多数参加をしていると、いうことで、この間報告した米国首長の際に訪問した NIH の長官、AAAS 米国科学振興会の会長、それからビジネス界からも日本の経団連の会長も出てますし、あるいはバンクオブアフリカの会長も参加をしていると。で参加者数もですね、実は年々増えていってですね、第1回は50の国地域から500人だったんですけど、昨年は96の国地域から1000人が参加していると、いうことで、さっきから申し上げたとおり世界的に認知されているフォーラムになっているということで、ここに来ると世界各国の結構いろんな分野のリーダーに会うことができる、そういう場所になっています。でこの STS フォーラムは民間団体が科学技術に関する政策対応を推進するということで、この日本の科学技術外交にも極めて重要な役割を果たしているということが言えるんじゃないかと思います。次、この STS フォーラムの開催に合わせて科学技術政策担当大臣が単独で議長を務める国際科学技術関係大臣会合を、実は開催しておりまして、前回は日本を含む20カ国の科学技術政策を担当する大臣、科学、顧問等が出席をして、グリーン成長に関する資する知識共有を含めた効果的な国際科学技術イノベーション協力等について意見交換を行いました。今年は10月6日に会合を開催をいたします。私が議長を務めることになってまして、その時の状況にもありますけども、科学技術担当大臣であればその時私が議長を務めるということになってまして、世界各国の科学技術担当大臣と会えることを大変楽しみにしております。以上申し上げたんですけども、本当にこの STS フォーラムは世界的に極めて認知をされているということで、やはりいろんな意味で日本の存在感が相対的に、低下をしているという面があります。とにかく安倍政権になって、このアベノミクスをしっかりと成功させ、強い経済を取り戻すことで、また日本の存在感をしっかり国際社会の中で高めていかなければいけないと思いますが、この会議は本当にすごい会議というか、数少ない本当に、他の会議を知らないんでまた気をつけないといけないんですけども、本当に世界の有識者から認知されている、これだけ大規模な会議ってなかなか他に思いつかないんで、これは科学技術担当大臣としてしっかりバックアップ、できるバックアップをさせていただきたいなと、こんなふうに感じております。何かご質問があればお受けしたいと思います。どうぞ。25日に、先ほどお話だったんですけど、学術会議が GS サミットに向けた共同宣言をされていたと思うんですけど、内容からすれば、これからの国内の科学技術政策にもかかってくると思うんですが、大臣としてどのように受け止めて、これから政策的にどういうふうに期待していただけますか。安倍総理に、報告をされた、学術会議の西会長がそこで私も同席をさせていただいて、これはやはり人類全体の未来にとって非常に大事なことを扱っておられる話、2つありました。で、1つが持続可能な開発の促進と病原微生物の薬剤耐性問題、これ両方とも非常に国際的には大事な、課題だと思いますし、
まあ、日本学術会議、各国の学術会議との連携もしっかり取ってもらって、科学的知見を要する諸課題に有益な提言をしっかり行ってもらうということに尽きると思います。このアメリカ、TICAD でもブースを設けるので、そこにこの提言も確か掲示することになっているというふうに思っています。まあ、こういう提言も、まあ、これからの科学技術政策というか、そういうものに、まあ、活かしていくべきだなというふうに思います。あともう一つ、はい、宇宙予算と戦略的資源配分方針が決まりましたけど、ね、はい、それについての受け止めはどうですか。宇宙政策委員会の戦略的資源配分方針、もともと経費見積もり方針というのを私は書いたんですけど、これは昨年度もですね、なかなか実績を上げていると思うんですね。今回はさらに進めるということで、まあ、多分時期的にもタイミング的にも早いと思うんですが、去年よりも中身としてはやはりその新しい宇宙基本計画の自立性の確保と宇宙開発事業の拡大と2つの哲学に基づいて、いろんな提言をしているんですけども、中身は非常にいい提言だと思います。ですからこれをこれからいかに各省の概算要求にきちっと反映させていくかということですし、まあ、そこは私も担当大臣としてバックアップしていきたいと思います。それに関連してですね、宇宙政策、宇宙産業を、まあ、進行するというのが、今度の宇宙基本計画だと思うんですけども、はい、ただ今まで経産省でも宇宙政策、産業の進行をやってたみたいな、でそれが成功しなかった理由をちゃんと分析して、その上でなぜうまくいかなかったのかを分かった上で新しいのやっていかないと、うん、同じ政策手法でやってたんだったら、なんかまた同じことになるんじゃないかなと、まあ、一般的に懸念をするんですが、いや、それはですから今の宇宙政策委員会でも各、いろんな部会を設けて、これまで過去の経緯もきちっと検証しながら、どういう具体的な政策を打っていけばいいのかということをちゃんと議論していくというふうに理解しています。で、もちろん今までもその宇宙産業をきちっと強化していかなければいけないという考え方はあったと思うんですけども、やっぱり安倍政権になって、昨日 その科学技術イノベーション推進特別委員会でも申し上げたんですけども、哲学が変わったんですよね。やはり今度の宇宙基本計画の中で、宇宙開発利用の拡大とそれから自立性の確保ということをはっきり打ち出したので、今までとは違いますよね。やはりこちらをきちっと主体的にやるということで、それについて必要なインフラも具体的にきちっとこう出しているわけですから、そこはもうこの安倍内閣になって宇宙利用拡大の方にですねフォーカスを置くと。もちろん宇宙科学フロンティアとかもちろん大事ですよ。ですから一定の予算をきちっと振り分けていくということですが、やっぱフォーカスは変わったんだと思います。今度ここはもう新しい一歩として、宇宙、開発利用の拡大、宇宙産業競争、宇宙産業における日本の競争力の強化、これをやっぱり宇宙をやはり日本の経済活性化に結びつけていくという発想は今までなかなかの政権にはここまで色濃くなかったと思います。他ございませんか。よろしいでしょうか。すいません、50分待たしとって、次はこういうことがないように気をつけますので、ありがとうございました。